皆さんこんにちは、指原です。今日はですね、1週間分のお食事をお届けしたいと思います。ただちょっと私今びっくりしたんですけど、もう本当にびっくり、 まさかの6日目で私が辞めちゃってて、やばで、急遽追加で撮りました。本当にごめんなさい。だから実質6日と1日って感じです。本当にごめんなさい。早速タイトル詐欺すいません。一応今回の6日間と1日は、まあ、ダイエット中っちゃダイエット中だけど、そこまで本気じゃなくて、気をつけられる日は気をつけるって感じの6日間と1日となっております。ただ体型だったりとかスケジュールだったりとか、それぞれ人によって全然違うので、気にしすぎちゃうなって人は、私が焼肉ただ食べてる動画があるので、そっちを見るのがいいかなと思います。はい、あんまりね、そこまで気にせずに見れるよって方だけぜひ見ていただけたらなと思います。どうぞ。はい、すごいひどいお弁当。お肉とタケノコを炒めたものと、いただき物の松茸で作った松茸ご飯。これが 100g、200g です。なので、まずこっちを 100g ぐらい食べてから、あとで時間を空けてからご飯も食べようかなと思います。あと体健やかじゃあ。さっき食べ始めたのが12時半ぐらいで、今13時20分ぐらいなので、お米も食べます。うん、美味しい。美味しい。ご飯はいつもグラム数を測って食べてます。あ、今日は YouTube の企画でリエちゃんといろいろ食べます。肉とか、はい、ケンタッキーとかサラダとかです。イエーイ。今日の朝ごはんはプロテインとサニーヒルズのアップルケーキ、なんか変なカスがついてますが、後輩のフランスに留学してる子がチョコレートを送ってくれたので2粒食べました。もしかしたら3つぐらい食べたかも。じゃあ美味しかったです。汚い。お昼ごはん、今日は昔いただいてた大分のお肉、豊後牛のお肉を焼いて食べたいと思います。さっきまでは編集作業してたので、ブルーライトカットの目が青いんですけど、プロテイン飲んで編集してお昼ご飯。塩コショウをしたお肉、はい、全然フライパン温まってませんでした。最悪です。でも焼いたら結局絶対美味しいので気にしません。普段からこんな贅沢は全然してないんですけど、ちょうど大分の方からいただいた豊後牛があったので、これで、しかも意外とこう見ると赤身っぽくて、そんな脂身きつくないのでダイエット肉かなと思います。はい、今日のお昼ご飯です。昨日の残りのサラダ、なんかタコとタケノコとタコのジェノベーゼあえたやつ、これはなんか作り置きで残ってたので食べます。で、ステーキ、焼肉のタレをビッタビタにかけました。こんなにかけたらダイエット的には全然良くないんですが、このままいただきます。こんな感じです。いただきます。うまっ。これは美味しすぎる。今収録が終わりました。今日記録できてなかったんですけど、番組の試食コーナーがあって、それでカレーを4口ぐらいかな食べました。4、5口食べました。で、これ有岡さんのお団子、ちょっとお腹空いたから今食べちゃおう。美味しそう。おしゃれ、おしゃれ団子。いただきます。うん、うん、うん、ありがとうございます。うまー。疲れた体に染みます。これは明日の朝食べる。朝ごはんは昨日のお団子です。
あとプロテイン。はい、今日はしーちゃんと、これは買った焼き鳥、こっちはサラダ、なんか豆腐サラダとわかめとかいろいろで、これなんかポン酢とオリーブオイルのドレッシング作りました。いただきます。うまっ。ありがとう。足りなかったってドレッシング、うん、はい、夜ご飯です。さっきのサラダにキムチを加えただけで何も変わんないです。しかもボウルに入れて食べます。おはようございます。朝プロテインとりあえず飲みまして、今から生放送の本番に行ってきます。なんですけど生放送多分試食が多いので、とりあえず朝ごはんはなしで行ってきます。はい、今本番15分前なんですけど、トマトとイチジクなんですけど、もうお腹空いて耐えられないから食べちゃおうと思ってイチジク食べます。私イチジク皮ごと食べるんです。キモいですよね。うまい。美味しいです。お疲れ様でした。今生放送が終わって、生放送ではケーキを2種類を半分ずつぐらいいただきまして、お昼ご飯じゃん、トマト、うまっ。まあ、お昼ご飯がトマトだけってわけじゃないんですけど、この後イチジクも食べて、でまた仕事なので、仕事はある程度空腹の方が集中できるので、ちょっとこの辺でやめといて夜食べたいと思います。今日のご飯はさっき茹でた胸肉をサムギョプサル風にしてみました。あとコーン、ネギの なんか辛いやつ、葉っぱ、こんな感じです。胸肉は多分 100g くらいかと思います。いただきます。サムギョプサル風のやつって本来脂身たっぷりの豚肉であるからちょっと淡白に感じるので、だからこそネギとかこういうネギのサラダっぽいやつとかめんどくさいけど作って食べてます。その方が精神的満足感が高い。ちなみにこんな感じです。いただきます。めっちゃ心が満たされる。これ本当おすすめ。おはようございます。なんとなく見ていてもらったら分かる通り、あんまり朝ごはんもともと食べない派なので、今日もプロテインとチョコ、こっちは普通のコンビニのいちごチョコ、こっちは差し入れでいただいたプロテインチョコ、初めて聞きました。もうすでに猫の毛だらけでございます。いただきます。何も食べずに作業していたらめちゃくちゃお腹さすがに空いてきたので、とりあえずコーン食べます。今日は家での考え事系の仕事、例えば歌詞考えたりとか動画編集したりとか、そんな仕事だったので、基本的にそういう仕事の時はご飯食べない方がはかどるので、本日1食目夜ご飯です。豚肉のステーキ、塩だれがけとトマトと、最近いつも食べてる豆腐サラダと、なんか味適当につけた煮卵です。いただきます。最高だな。今日の朝ごはんイチジクとプロテイン。なんかだんだんこのイチジクが怪しくなってきた感じは否めませんが、気にせず食べます。今日の楽屋のお弁当です。なんか盛りだくさんで美味しそうです。いただきます。デジャブ、いつも同じものしか食べてなくてすいません。牛の赤身の焼いたものにネギダレとキムチと、あとエゴマの葉っぱ、これはアイズワンの衣装とかやってた松っていうスタイリストお友達がくれました。これはついに包丁を出すのがめんどくさくなって、お箸で切った卵、そしてサンチュ、いただきます。さっきまでリングフィットやってたのでちょっと髪の毛終わってるんですが、いただきます。同じものの食べ物の繰り返しになっちゃう。今日のご飯は若干
塩分が気になりますが、まあ細かいことはいいでしょう。うんふん。はい、まさかの別撮り1日目です。おにぎりのお弁当、おかず食べて、おにぎり1つ食べて収録行って、もう1個おにぎり食べたいと思います。あとプロテイン。夜ご飯です。見た目ちょっと色なさすぎてごめんなさい。泣く泣くロースにした。本当は豚バラが良かった。白菜、えのきたけ、上に豚ロース。大谷静香ちゃんのご実家が作ってるしゃぶしゃぶのタレ、これ非売品なんですけどめっちゃ美味しい。そして猫です。なんかジムとか行ってたので髪ボサボサボロボロでごめんなさい。うん。お鍋やると痩せるってよく言われてるんですけど、私あんまりお鍋痩せるなって思わなくて、むしろ美味しすぎて太っちゃうから蒸して食べる方が私的には好きです。うんふん。というわけでちょっとね、ハプニングなどなどあったんですけど、ごめんなさい。実際の1週間じゃなくてほとんどは本当なので、見ていただきましてありがとうございました。バイバーイ。